ではバイバイ。あーめーめー。では、あなたたちがたどり着いたのは石像だらけのハイトだった。ここでは多くの建造物や木々、かつて人だったであろう者たちが石化している。石化と一言言っても、今にも動き出しそうな生気あふれるものや完全な無機物に感じるものなど、石像から受ける印象は様々だ。石化した木々や石像からは青白い球体の光が延々と天へと昇っている。崩壊した都市の中でもかろうじて原型をとどめているのは神殿のような建造。数キロ先には火山灰をまき散らす活火山が存在感を放っているのも見えるだろう。というところですね。ああ、これ本当に話にね、本当に話に聞いてたみたいにみんな石になってるね。うん、やっぱりもともと本当に人間だったのかもしれないよね。私は人間だったと思うな。こんな精巧な石像見たことないよ。うん、なんでこんなことになっちゃってるんだろうね。私が来た時にはもうこの状態だったからな。うん、あの火山とか関係あるのかな。うん、火山灰か。火山灰。ああ。あれ？火山灰って、あ、活火山なんだっけ？うん。あ、そっか。活火山から出てる火山灰とかが何か関係してるのかな？ああ、そうなのかな？ああ。とりあえず目星振ります。うん、目星目星当たり1名目星を振ります。なんで致命的失敗してる。致命的失敗。あー、私は何も二人とも分かりません。あーココミちゃんがどれどれと見ようとしたところに、アオメちゃんがそこら辺の石につまずいて、ココミちゃんごと倒します。ドン。そしてココミちゃんは何も見えません。あ、眼前に広がる地面。ごめん。ちょっと大丈夫、アオメちゃん。大丈夫、大丈夫。いてててて。よいしょ。では、ここって、家とかってあるんでしたっけ？まあ残ってるのもありそうですね。ふんふん。ちょっと待ってくださいね。確か情報にありましたよね。ほとんど石化して、あ、はあはあはあ、そうですね。ここではこの石の町を調べるか、神殿を調べるか、火山を調べるかって感じです。一番近い場所がこの町で、はい、次神殿、次火山。そうですね。うんうん、まあ近い順に調べていく。うん、そうしよっか。うん、今目星失敗したけどね。そうなんだよね、うん。とりあえず、屋根とかある家ってまだ残ってます？じゃあ残ってるかどうか幸運で振りましょうか。はい。あー、残ってない。わかんない、残ってない。ここには何もない。ここみちゃんが見る感じなさそうですね。
うん、ここには何もないね。私も振ろうか。いいですよ。あない。ない。もうさっきまで出目良かったのに急にダメだったな。ないです。ないです。残念。なんか何もないみたいだね、ここはね。そうだね。うん。ちょっとじゃあ先行く？そうね。神殿行ってみよっか。うん、行ってみよっか。では神殿へ行っていいですか？はい。うわあ、なんか重要なもの見落としてそうだな。はい。では石化し尽くしている建造物の中では比較的被害の少ない神殿だ。比較的少ないというだけで所々に劣化の跡が見て取れる。崩壊しかけている外観に似合わず、神殿の入り口は堂々と存在している。野外礼拝堂には海洋生物と何か恐ろしいものを掛け合わせたかのような石像群が立ち並んでいる。その奥に巨大な大理石の扉がある。うん、ここでですね、青梅ちゃんは気づいていいでしょう。あなたは以前に何度か立ち寄ったことがあります。はい。なのでこの扉の奥には陶足類、大きなタコのような石像があったなぁと思い出していいですよ。はい。やっぱりいつ来ても不気味だな、ここは。変なところではあるね。珍しいけど。そう、周りの石像もちょっと可愛くないし、確かここの扉抜けた先にもそのさっき話してたでっかいタコの石像があった気がするんだけど、それ私あんまり見たくないな。そうなんだ。まあ行くだけ行ってみてもいいけど、気にはなるけど、どうしよっかな。ここちょっと聞き耳立てたいな。どうぞ。聞き耳を、私の方が低いんだよね、聞き耳。確か。聞き耳、今日一回も成功してないんだよね。ほら。ちょっとまずいな。何も聞こえなかった。何も聞こえなかった。うわ、扉の奥行きたくねー。静かだね。何も聞こえないです。いや、静かだね。静かだね。一応扉前のところも目星振れますか？いいですよ。振りますか。もう。なんで65だぞ。成功しろ明日。危ない。危ない。ではです。ね。そしたら石像に名前が彫られていることがわかるでしょう。ほう。よいしょ。では石像にはガタノソワ、イソグサ、ゾス、オムモグ、そして名前が削り取られているクトゥルフの娘クティラという文字が書かれています。クトゥルフの娘、それはあのクトゥルフの娘クティラって書いてあるんですか？はい。あ、名前が削り取られてるっていうのはクティラの先がないってことですか？そうですね、そう思ってください。あ、はい、了解です。クティラなんとかってこと。そして全て陶足類を連想させる姿形をしているでしょう。うんうんうん。まあ今これ映ってるやつですね。うん。うんうん。まあこういう風に書いてあるねって一個一個説明しながら、ここみちゃんにも教えます。全部聞いたことのない名前だ。うん。青梅ちゃんは心当たりあります？これ。まあ、この像があるのは知ってるって感じですね。うんうん。名前に関しては別になんか特に。特に。うんうん。トゥルフの娘。まあ、名前なんだろうけど、全然
ピンとこないね。うん。このクトゥルフの娘っていうのは、この画面上のどの石像の名前とかあります？いや、特に。あ、どれでもな感じ。はい。はい。そうか。どうする？入ってみる？どうしよっかな。まあ、厳密に言うとあるんだろうけど、うちもどれかわかんねえ。ああ、なるほど。まあ、そんなに重要ってわけじゃないってことですよね。私がわからないということはそういうことでしょう。うん。神が申すならそうである。そうである。じゃあ、いいのか、どうしよっかな。この扉って、ちょっとだけ開けるとかできる感じですか？まあ、できますよ。でも開けたらアウトの可能性あるよね。うん。どうしようか。先に火山行く？うん、どっちでもいいよ。先に火山に、行くか。行ってみよっか。じゃあ行きますか。これは後回しって言って火山の方に行きます、うん、はい。では火山に行くと、わお、濃い硫黄の匂いにほのかにガスの匂いも出ている。地獄が地上に展開されたかのような過酷な地だ。火口から吹き出る熱気はあなたたちの体力を倍以上のペースで消費させていく。頂上の付近には霊装に身を包んだ石化した人間が複数いる。その様子は何か争いの最中だったように見える。山頂の中心を挟んで対立するような構図で立っており、それぞれ別のデザインの霊装を着ている。各派閥に中心人物がいるようで、そのものを中心に対立している。特徴的なのはそれぞれ違った幾何学模様の紋章が施されていることだ。片方の中心人物は五芒星の中心に目がついた札を持っていることがわかるという人たちです、うん、なんか持ってる。近くに行ってまじまじと見てみる。うん、行ってみたいな。うん、じゃあ近くまで行きます。はい、どうぞ。目星を。消防の服だしね。確かに、ちょっとは耐えられるはず。目星振らなくても、まあそのままです。今言っただけ。あ、本当。この手に持ってるっぽいものって取れたりします？はい、一体化しちゃってる。そうですね。札は取れないか。今、ギュッて握ってるから。ああ。剣なら取れそうかな。剣。ああ。剣ってこのなんか下向きになってる。これかな？あ、これ？これかな？まあまあ。うんうん、どうしましょう。じゃあ、剣欲しいです。欲しいですか？欲しいです。わかりました。では、あなたは、ものすごい筋力なので、一人で持つことができるでしょう。あ、持ってないんだ。はい。まあ、おそらく、青梅ちゃんだと、ガクンと落としちゃいますね。ああ、うんうん、なるほど。じゃあ、私はそれを、そうですね。FF のクラウドみたいに肩に担ぎましょう。いいでしょう。ではあなたはこのような剣をゲットします。あ、おっと、こちらです。 かっこいい。ではここみちゃんの方にやっときますね。あ、うん、やべえ、ちょっと待って。はいよ。おお、武器が増えた。やったぜ。でもこれ以上何調べたらいいかわからんな。それぞれの派閥ごとだから。でも目星振っても別に特に情報出ないって言ってたし、うん、
そうですね、火山が飛んだもんなんだ。そしたら、うん、青梅ちゃん知識振りましょう。はい、知識 OK。 素晴らしい。では呪文についてを少し思い出してみましょうか。なるほどね。さらにヒントが欲しければもう一回知識振ってください。うん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 。光線か抽出だと思うんだけどな。いや、もう一回知識振ります。知識半分で振りましょう。はい、半分か。残念残念。いや、どうしようかな。物体でも生物でも可能だけど、これってあれですよね、例えばその話を聞きたいとかだったら喋れる生物じゃないと無理なんですよね。はい、そういうことです。ですよね、うんうん、ってことは魂の抽出する先がないよね今って。そうだね。本当にないかな。いやこれココミちゃんに、私へおいで。完全に主導権奪われる。負ければね。うんうんうん。え、これ勝ったら、あの、負けたら主導権は奪われてしまうけど、勝ったら、私の中になんだろう、あの、いたこみたいな感じで、下ろすけど、喋るしかできないみたいな、そういう感じになるっていう認識で大丈夫ですか？そうですね。あなたが勝てば、うん、主導権は取られずに消滅するでしょう。うん、え？消滅する。じゃあ別に喋れないのか。まあまあ喋るは喋るだろうけど、特に悪いこともできずになすすべなく。ああ、なるほど、うん、じゃあ一時的にはまあ喋れるかもしれないと。はい、そういうことです。なるほど。だったら私に下ろした方がいいかもしれない。そうね。うんうん。そうなるとじゃあどれ誰下ろすかってなっちゃうけど、これ逆に銀の光線で2人で2人に打つとか、これ魔術で固まってんじゃないのかな。ああ、でも危険かな。どうだろう。でもなんか最悪危なかったら海にポイってすれば、あのいてつく太陽がどうにかしてくれるんじゃない。なるほど。うん。それかもう、この石像って、私の筋力があれば動かせます。いや、動かせないですね。ああ、重いか。そうか。なんかね、あの河口付近に2人立たせてそこで解除して言えって落とすぞって。うん、落とすぞ、本当のこと言わなければ。そうか。でも解除、解除したら石化が溶けるんじゃないのかな。この解除ってちょっと待ってね。この解除の範囲ってこの射程距離は3メートルくらいだけど、その射程範囲ってなんだろう、ビームの太さっていうのかな。まあ1回使ったら1人ですね。うんうん、なるほど。1回使ったら1人。じゃあやっぱ11じゃなきゃダメなんだ。はい、そうだね。いや、どっちがいいんだろう。魂の抽出の MP 消費量結構えぐいんだよね。うん、この銀の光線は任意の MP だから、うん、この任意をどれぐらいにしようかって思って。ちゃうよね。うん、まあ時間が経ったので、うん、もう一回覚えてみたかったら覚えてみてもいいですよ。お、12 12 2回ですよね。はい、2回。覚えられるかな。
レッツトラ、素晴らしい。すげえ。覚えた。すごい。覚えました。じゃあ、レッツトラ、すごい。覚えた。待って待って。あ、これ待って、1D12 だ。違う違う。ね、CCB の。あ、ごめんごめんごめん。あー、12だから。びっくりした。あ、間違えちゃった。CCB12。これはまずいぞ。CCB12。はい。そこで喜んじゃったからな、ちょっと。確かに。じゃあ、わかんない。わかんないよ。そうだよ。わかんないよ。わかんなかったです。何わかんない。左の人って何持ってるんでしたっけ？別に持ってなくて。なんか刀持ってる人の方がやっぱなんか儀式かなんかやろうとしてた感はちょっとあるよね。うん。中心人物。雨の村雲って書いてある、これ。うん、雨の村雲だ。特徴的なのはそれぞれ幾何学模様の紋章が施されている。片方。私の方が MP 多いから、うん、で魔法1個しか使えないし、うん、私が解除する。わかった。この目のついた札持ってる人の方がいいんじゃない？この札もしかしてもらえないかな？無理かな？あー、剣持ってない人の方かな？どっちだっけ？どっちだろう？目の札。目の札？そう、あの片方の中心人物は五芒星の中心に目がついた札を持っていることがわかる。あ、本当だ。じゃあこっちの人を回答します。はい、では MP いくつ減らしますか？そこなんだよね。あんまり使いすぎるのもね。でも MP って基本回復しないでしょ？はい、ですよね。どうしよっかな。どんなもんでなるんだろう。とりあえず半分は使いたくないなって思う。うんうんうん、うん、8以下に済ませたいなって。どれくらい必要なんだ、2位って。ちょっと全然関係ないの振っていいですか？雑談のところで振ればいいかな。どうぞ。6か。6でいく？もうそれで決めようかと思っちゃってる。なるほど。またなんか覚える機会がもしかしたらあるかもしれないから、それを使えるぐらいの MP は残しておいた方がいいかなと思うから。かな。じゃあ6で。はい。では。MP を6減らしてください。はい、使うな。6と、ココミちゃんが使う場合は産地も1減少します。はい、産地産地。はい、はい、ではあなたの手からひょわひょわひょわと魔法が放たれますが、特に変化はありません。マジ？あー、残念。結構使ったけどな。抽出するほかないかしら。またこれでなんかちょっと増やすって言ってもちょっと値が痛いよね。こうなると精神ってどれだっけ？パウ。はい、パウです。パウいくつだっけ私と。今ココミちゃんは25です。あなるほど。じゃあ魂の抽出をこの札持ってる人と、札持ってる人からココミちゃんにやってみる。で今25あるから何でもできる気がする、じゃあそれでやってみます。はい、では再び MP を8減らしてください。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、4。結構使うね。ね、どうなんだろう、 MP は回復しないか。
はい。では、あなたがそのように。じゃあ今、ココミちゃんにか、の体に入れるって感じでいいですか？はい。はい、わかりました。では、便宜上、形になりましょう。無限に思える地獄でした。生きている人とこうして相まみえるなんて、何万年ぶりの会話でしょう。今あなたたちはここで何をしようとしてたんですか？はい、我々はこれからガタノソワを討伐しようとここに来たところ。ガタノソワ。ところでお二人は？なんて言えばいいんだろう。今あなたが乗り移ってる人を元に戻して、なんか別の世界から来たらしくって。別の世界？よくわかんないんですけど、なんかこことはまた違うところから来たって言ってたので、その子を元の場所に返してあげたいなと思ってこの辺を散策してました。なるほど。あ、ちなみにココミちゃん普通に喋れます。あ、そうなんだ。私喋れるんだ。そうなんだ。大丈夫です。はい、はい、私はソヨグと言います。ソヨグ。ソヨグ。はい、シュブニグラス派の神官を。シュブニグラス派の神官。ちょっと言いにくいですね。うん、向かいにいるのはイザイといって、我々と敵対している派閥のものです。イザイ。はい、クトゥルフ派のものなんですけど。クトゥルフ派。クトゥルフ派。お二人はこの世界がどうしてこうなったとか、この島がどうなったとか、その辺はご存知ですか？全く覚えてません。あ、なるほど。よろしければ私から説明いたしましょうか。お願いします。はい。ではまず、この地球が滅んだ経緯をご説明いたしましょう。今から数万年前に新たな星が観測されました。この星には特徴があり、数光年離れた先からでも一定のリズムを持った電波を発信していました。以降地球には天変地異や奇病が頻発するようになり、私たち人類が見つけたそれは星ではなく神だった。電波ではなく目覚めの歌だったのです。グロースと呼ばれる星に似た厄災の神は、自身の歌を聞いた天体に吸い込まれるように近づいてくる。太陽系に大接近した時、かつて地球を支配していた神々がすべて目覚め、それらの力に抗えなかった人類は耐えることになった、これが地球がなくなった経緯です。まあ、簡単に言いますと、我々がある神を観測してしまったことで、この地球上にいろいろなものが頻発し、なんでしょう、異世界の神的なものが起きちゃったんですよね。それでこの地球が滅んでしまったという、そういう感じです。なるほど。なるほど。それとですね、では、また別の、我々がなぜ対立しているのかというお話も少しさせていただきましょうか。はい、お願いします。ではそういうと、ソヨグは地面にカリカリとこのようなイラストを描くことでしょう。先ほど説明した、我々はこの土地にもともといるシュブニグラス様を信仰しているものの派閥です。私はその神官です。そして先ほど迎えにいたあのイザイというのは、こちらのクトゥルフ派の神官です。このクトゥルフ派というのはですね、もともと土地神としてここにいた我々と違って、外の宇宙から外来種のようなものですね、外から来た神でした。そしてこのクトゥルフにはですね、子供がいくつかいたんですね。第一子ガタノソワ、第二子イソグサ、第三子ゾスオモグス、この四虫です。我々と
このクトゥルフ派は旧暦3000年頃ですね、とても宗教間の対立で戦争をしていたんです。この宗教戦争が大きな問題となりまして、クトゥルフ派のですね、こちらの第一子ガタノスは、うんうん、こいつがとても厄介でして、このガタノソアは人間の細胞の動きを停止硬化させる恐ろしい能力を有していると言われ、我々はかの生物を刺激しないように取り扱っていました。しかしこちらのクトゥルフ派の人たち、外の世界から来た神を信仰している神官たちですね、さっき私の迎えにいたイザイっていうやつです、そいつらがこのガタノスノアの脈動を抑えるという大義名分を得て、抑えるぜって言っといて、その権力を政治的に利用するようになったんです。抑えてやるから我々に権力を、この土地を支配させろというような感じでしたね。そして次第にこのクトゥルフ派の神官たちは大きな立場を獲得していき、次第にガタノソアを抑えるという名目よりは自分たちの権力、欲に忠実になっていく方向へシフトしてしまいました。我々シュブニグラス派の神官、それはいけないだろうとガタノソアを抑えるために立ち上がりました。ハイパーボリアの魔術と我々の最新科学を合わせ、入念な準備をしガタノソアを討伐する作戦を実行しました。いざとなれば我らの主神であるシュブニグラスに権限していただく覚悟をしていたんですが、我々は失敗してしまいました。それは、はい、私が今左手に持っている札のようなものが見えますかね。はい、この札は私たちがガタノスワ討伐のために作成した求心の印増幅器というものなんです。求心、はい、求心の印というのはですね、先ほど言ったクトゥルフのような旧支配者や外宇宙から飛来する邪神と呼ばれるものを寄せ付けない力があります、うん、これさえあれば我々は石化しないです、石化しないままガタノソアを討伐することができたのですが、いつどこでやられてしまったのでしょう。なぜかこの印が偽物とすり替えられていたのです。それで我々はなすすべなく石化してしまったということです。なるほど、なるほど。はい、きっとこの本物の札はルルイエにあることでしょう。ルルイエ神殿、はい、このムー大陸にある神殿の中に我々の研究所があります。そこに置いてあると思うんです。なのでどうか一度そこへ行ってはいただけないでしょうか。ちょっとその前に聞いてみてもいいですか。はい、どうぞ。ガタノソアってどういう見た目をしているとかわかります？そうですね、目がたくさんあって触手のようにうにょうにょしていて、メンダコみたいな感じですかね。メンダコ。神殿の中に私でっかいタコが石化されてるというか石像になってるものを見たんですけど、それってガタノソアだったりします？いや、ガタノソアはタコではありません。どちらかというとそれはクトゥルフの特徴に似ていますね。クトゥルフ、どういうことでしょう。私もぜひそれを見てみたいのですが、よろしければこの体のまま連れてってはいただけないでしょうか。ココミちゃん大丈夫？インマ生物なら一発でアウトレベルだね。うん、とにかくいいけど、我々はこの札を持たないとどうにも戦うこともできないのです。まあ今私は体がないので戦うことはできません、うん、でもあなたたちが山頂を目指すというのなら札は必須のはずです。
なんで必須なんですか？それがないとあなたたちはなすすべなく石化してしまうからです。その一番上にいるガタノソアの何かしらで？そうです。かの者が目から光線を放つと我々は瞬く間に石化してしまいます。その範囲はこの大陸中全土に及ぶでしょう。なるほど。今私たちがあなたと同じ場所にいて平気だったのはそのガタノソアが顔を覗かせなかったからっていうこと？そうですね。今ガタノソアはまだ活動していません。しかし活動し始めるのも時間の問題でしょう。どうする？うーん、アオちゃん、行かないことには何も変わらないとは思うけど、ただ神に対抗するってどうなんでしょう。そのあなたたちが信仰していた神っていうのはどういう見た目だったとかありますか？我々の信仰していた神、シブニグラス様ですね。はい。でもう一度こちらの画像を出しますね。こういう感じです。シブニグラス。わからない。ガタノソアはこういう感じです。カキカキ。この神は今いらっしゃらないんですか？そうですね、どこか近くからは感じるような気はするのですが、行く？行きますか。我々の神殿なのでそこまで怖いことにはならないと思いますよ。本当ですか？はい。入り口のところいましたけど。あ、でも見ても特に何もなかったでしょ。あれはただの石像なので。いや、なんで石像飾ってるのかなって。ああ、我々が信仰してるそういう外宇宙のものだからですよ。信仰してる？信仰してる？そうですね、まあ博物館みたいな感じです。博物館？博物館？こういうものたちがいますよという。まあ、シュブニグラス、我々の神殿っていうのはそもそもないんです。あそこは、クトゥルフ派が占拠している神殿なので、どうしてもクトゥルフ派の石像が多いんですけど。うんうん、でもそこに研究施設があるんですか？はい。なぜ？我々の研究施設ではなく、クトゥルフ派の研究施設なんですけど。もしも私とこの札をすり替えたとしたら、きっとそこに奴らは札を隠していることでしょう。なるほど。ああ、そういうことで。なるほど。場所は知っていますが、今ならみんな石化しているから、我々も簡単に入ることができると思う。確かに。でもなんで神殿ないんですか？シュブニグラス派閥の。いやー、面目ない。その政治的な、この闘争に負けてしまった時に我々は全て逃げられてしまったんですよね、クトゥルフに。なるほど、それは納得がいきますね。うんうん、それでもその政治的な暴挙を許すわけにはいかないと、少ない人数ではありますが我々は立ち上がったのです。うんうん、まあ結果無残に騙されてしまったわけですが。なるほど。私は行くの賛成かな。行ってみたいし。わかった。じゃあ行ってみますか。うん。ただ一個約束してほしいのが、あまり無理なことをしてココミちゃんの体をどうにかしようとはしないでください。ああ、いえいえ、私にはそのような力はありません。安心してください。ここから喋るぐらいしかなんとか。はい、そうだったわ。安心してください。じゃあ行きますか。剣は持てますが非力なもので。
では神殿に移動することでよろしいでしょうか。はい、はい、では再び神殿に行きました、うん、さっき言ってたガタノソワとかイソグサとかが並んでるんですね。はい、このクトゥルフの娘クティラっていうのは何かわかります？すいません、私もクトゥルフ派ないので、ちいことは、うん、おそらくクトゥルフの、まあ、息子娘たちの一中なのではないでしょうか。なるほど、ありがとうございます。じゃあ入りますか。入ります。はい、わかりました。はい、ちょっと待ってね。すごいへっぴり腰になっちゃう。私から入ろうかな。私の方が産地高いし。はい、では行きまーす。はい。扉の奥は50メートルある天井に頭がつくほどの大きさをした等速類に似た怪物の巨大な石像があった。外にある石像は人工物だったが、目の前のこれは人知を超えた存在が石化したものだと確信させられる。眼前の石像は怒りに満ちており、石化してもなお憤怒の波動を周囲に放っているからだ。3チェックです。イエイ。怖い。ココミちゃんだけで大丈夫です。はい。おお、成功です。成功 1D3 でいいでしょう。いろいろ聞いてたので、うんうん、1D3。 おお、超えた。あー、怖いよ。2、3。じわじわ減ってるね。減ってるね。サニド様、なんとサニド様までこのようなお姿に。サニド様。サニド様。はい、こちらは古代地球の邪悪な旧支配者たちに対抗する人類のサニド様です。サニド様はクトゥルフの双子の兄弟なんですけど、考え方や思想も全く違うので、故に石化させられたのでしょう。サニド様がいれば、現在地球を蹂躙している旧支配者たちを全て地球から追い出すこともできるでしょう。おう、なるほど、なるほど。よかった。双子ってどうやって見分けるんですか？あ、はい、ですね、4人。ではもう一度再びこちらをお見せしましょう。はい、あ、ちょっと待ってね。そうか。はい。というか、そもそもですね、クトゥルフはガタノソワの実の親なので、石化なんかさせられないはずなんですよ。なるほど。まあ、あとは私は結構サニド様とはその人類に好意的な神であったので交流もありましたし、何度かお会いしたこともあります。いろいろな状況から判断して、これはサニド様であると確信させられているわけです。なるほど、わかりました。というところで、青目ちゃん、はい、クトゥルフ神話技能を振ってみましょう。はい、98ね。98ね。ファンブル出さなければ大丈夫なはず。そうだよ、ファンブルさえ出さなければいけるよ。あ、よかった。はい、素晴らしい。結構危ない。やっぱりでは、青梅ちゃん、あなたはですね、石像に対しわずかに違和感を覚えるでしょう。はい、石像は憤怒の波動以外にも何かメッセージを発しようとしているようです。うん、パウ ×7 に成功すればテレパシーを受け取ることができます。パウ、これはですね、ココミちゃんも振っていいですよ。わっ、パウかける7。はい、あ、やった。まあ、一応ココミちゃんも振っていいですよ。うん、多分作ってある。 あのね、上の方にあるね。パウなんか15とか書いてあるかもしれないけど、気にしないで。私はパウは、パウは16なんでしたっけ。私今どえらい数になってるはずよ。そうだよね。え、今いくつ今25。成功しないわけねえな。
パーム25かける7？ はい。わーい。なんか。ちょっと待って、あ、触れてない。ちょっと待ってね。出ないのかな？あ、待って。おかしいことになってるなぁ。パウ25か。ああ、ちょっと待って。私、パウ25か。ん？あ、中の文字いじらなくていい。そのまま振ってください。あ、オッケー。じゃあ、16のままで。はい。それはね、私がメモってるだけだから、初期値をメモってるだけだから、気にしないで。おや、触れない？ちょいとお待ちよ。カッコパウのだけでいいんじゃない？その数値入れなくていいんじゃない？ちょいとお待ちよ、お待ちよ。数値？うん、私カッコパウだけだよ。ちょっと待ってね。うん。カッコパウ、カッコ閉じかける7。じゃあこれでいいや。はい。じゃあ今ちょっと編集しました。もう一回振ってみてください。はい、素晴らしい。はい。もう絶対成功するよ。175だもん。やったー。はい、では、あなたたち二人だけにこのような声が聞こえるでしょう。うん、やったなのかな？我を復活させよ。さもなくば、お主らの未来は影響される。あ、途中で切れちゃった。もう一回聞いていいですか？はい、ではリプレイします。はい。我を復活させよ。さもなくば、お主らの未来は永久に閉ざされることになる。永久に閉ざされることになる。会話ってできないんですよね。さすがに。はい、一方的に聞こえてきます。あ、じゃあ続けて、パウかける5で振ってみましょう。はい。はーい。これこのさっきのパウのやつの7だけ。あ、間違った。ごめんなさい。OK？ はい、7を5にしてもらえれば大丈夫です。うんうん、はい。情報で振っちゃいました。あ、いい、いいですよ。成功してるし、スペシャルじゃん。お、素晴らしい。では続けて、このような声が聞こえてくるでしょう。はい。いや、早くして。早くしてくれ、マジで。あー、さては疑ってるな、人間。言っとくけど、僕は怪しくないからね。この綺麗な目をよーく見てよ。これが嘘ついてる奴の目に見える？あ、今の僕は石だった。くつん、これじゃ証明できないじゃないか。あー、結構、あれ、もしかして、その、結構お茶目な方ですか？この方って。あ、いや、私には何が何だか。ああ。何か聞こえているんですか？いや、なんか、頭の中に声が。なるほど。タラオみたいな声が。うん、では続けて、うん、パウかける3で振ってみましょう。はい。3は結構。あれ？私3できた？できてない？ごめんごめん。できてないかも。あれ？あ、ごめんなさいごめんなさい。急に出目が高くなったな。パウかける3。おー、ナイス。おい、素晴らしい。危ないな。では続けて、このような声が聞こえてきます。うん、もう何でもいい。近くの火山にいるガタノソアを君らが倒してきてよ。それさえしてくれれば、あとはこっちでどうにかするからさ。あー、でも人間の君らが今のまま行っても、脳は生きたまま体だけ石にされて永劫の時を生きることになるだろうからな。あ、確か対抗勢力の神官が奴への対策を練っていたはずだ。どうか、そこら辺からさ、まずはそれを見つけてアドバイスもらってよ。あれ、今多分ここみちゃんの中にいるんだよな、きっと。それが、それで、うんうん、今ここに来たってことか。何かありましたか？対抗神官からアドバイスもらえて。なるほど。多分我々のことでしょうね。よかったですね。あそこでイザイにかけていたら大変なことになっていましたよ。あ、危ねえ。では続けて、パウかける1でも一応振ってみましょう。はい。
いや、それは無理だ。ああ、ダメだった。ではテレパシーは何も何も。うんうん。本心聞けそうなのにな、次あたりで、ね。そうだよね。ああ、何かサニド様と交流があったんですね。うん、まあそうですね。あるにはあったんだけど、ねえ。ま、とりあえずこっちです。サニド様の像の後ろ、あそこに扉があるはずです。一応なんかそうだ、心理学とか振っとけばよかったな。はあ。振ってみてもいいですよ。振ります。あ、てかあれか。これってシークレットダイスになるんでしたっけ？あ、めんどくさいからいいです。はい。お、素晴らしい。では、このソヨグという人は嘘をついていないということがわかるでしょう。なるほど。あー、なるほど。後ろの扉があるんですよね。はい、あります。それ以外に、ここ、他に何があるか、目星振ってわかりますか？まあ、それ以外には特に像、サニドの像以外にはなさそうですね。ああ、扉とかもなく、もう後ろの像しか、はい、じゃない、入り口しかないっていう。はい。像と隠された入り口しか見つからないです。ああ、なるほど。じゃあ、ついていきますか。いいですか？はい。はい。では、宗教的な外観に似合わず、極めて近代的な内装の上、綺麗に整理された部屋だ。近未来とオーパーツの中間を行くような奇妙なものがたくさんある。また様々な歴史的文献や研究レポートなどもあるようだ、うん、というところで一応調べられるところがこの3箇所です。なるほど。ごめんなさい、さっき嘘をついてないって言ったのは新刊の方だったっけ？うん、はい、新刊です。新刊の方、はい。ちょっとトイレ行っていいですか？はい、どうぞ。じゃあトイレ休憩にしましょう。はい。ここ